わっ、まちゃん来てたの？言ってくれればよかったのに、来るなら。昨日合鍵渡してくれたからさ、嬉しくて来たらさ、思いっきり外出してたじゃん。ごめんね、今日来ると思わなかったからさ。ひろやんが帰ってくる時間を見計らってハンバーグを作ったのにね、結局5時間待つことになっちゃったんだよ。5時間？ハンバーグ作ってくれてたんだ。うん、でもね、それはね、やっぱり自分のために作ってたわ。ひろやんのためじゃなくて自分のためだから、責任はやっぱりちょっと感じなくてもいい。俺のためにハンバーグ作ってくれてたんだね。違うよ。ごめん。あ、お腹空いたからハンバーグもらうね。うん、いただきます。やだ、今は、うん、今はひろやんとお話し、話しよう。したくない。俺もお話ししたい。へえ、じゃあ少し話そうかな。ありがとう。どこ行ってたの？今日はね、大学の時の友達と飲み行ってた。うん、別に、私もひろやんが女の子と遊んでても何も思わないけどね。大丈夫、もちろん男の子。うん、まあ信じてるから別に大丈夫やけどね。俺も信じてるよ。まーちゃんは何して待ってくれてたの？ね、NHK でやってた野鳥のスペシャル見てた。え、野鳥のスペシャル？うん、すっごい面白くてね、笑っちゃったよ。はははは、あの鳥小さいのやんのって笑ってたよ。恋、真顔で見てたんだ。ごめんね。違うよ、それはそれは楽しかったからね。すっごい退屈だったんだ。ごめんね。寂しかったよね。サムシングエルス。うん、触らないで。今日はもう触らないで。チューも禁止。後でいっぱいチューしていい？やだ、最低、キモい、変態、嬉しい、最高、かっこいい、天井人。全然嬉しくないよ。俺もすっごい嬉しい。ひろやんなんか嫌い。俺もまーちゃん大好き。